はい、皆さんこんにちは、マンダレクルビジです。では今回は銀河英雄伝説バンダイ版帝国編続きをプレイしていきたいと思います。第9次イゼルロン要塞攻防戦です。早速シナリオ導入部分見ていきましょう。フェザン政権の第二惑星に作られた商業都市国家フェザン、法的には帝国内の自治領であるが、わずか一つの惑星だが、同盟との国交も有した中立国家であり、その政治的立場を利用した中継貿易の利益は銀河系全体の実に1割を占める商業大国である。自治領主はアドリアン・ルビンスキー、フェザーの黒狐と呼ばれる彼の高骨な企みにより、帝国同盟の軍事バランスが保たれ、時に意図的に崩されていることを知る者は少ない。ラインハルトはフェザン流の利害と打算に気づいたその数少ない一人であった。果実、第8次イゼルロン攻防戦の作戦を提案したシャフト技術大将にフェザーンとの癒着の事実が判明してからのち、フェザーンへの警戒と監視を怠らなかったためである。そしてフェザーンに不穏な動きが見えた帝国歴489年6月、ラインハルトはフェザーンのボルテック弁務官を元帥府へ出頭させた。ラインハルトですね。最初に確認しておきたいことがある。閣下、何でございましょう。これがボルテックですね。ボルテックからフェザーンの野望が明らかにされたところで、こちらは同盟軍のドリューニヒトですね。これがフェザーンのね、操作している策略だと知れずに亡命者を受け入れていくということが後の同盟軍の崩壊を早める結果になったんだと思います。
ケイラに今日集まってもらったのは、自由惑星同盟を戦勝するハンと共に対して武力による懲罰を加える。その具体的な方法について意見を聞くためだ。私の不安をまず述べておく。それは過去のようにイゼルロン回廊の攻略にこだわらず、もう一つの回廊を進行ルートとすることだ。つまり、ウェザン回廊を通過して同盟領に進行する。同盟側はですね、さっきの帝国領侵攻作戦で大損害を受けて、艦隊の数も激減している中、イゼルロン要塞があるがゆえに、それによった防衛作戦、防衛兵力の展開をしているので、ウェザーンについてはですね、もう完全に無警戒、ウェザーン方面に関しては、兵力がかなり少なくなっているという状態なので、ラインハルトは、あえて、ヤンもいる、強力な要塞のあるイゼルロン回廊を通らずに、ウェザーンを抜けようという作戦を提案しているという描写ですね。ではラインハルトの具体的な作戦確認していきましょう。まずイゼルロン回廊に兵を進める。この春ケンプとミラーの元に動かしたその兵力よりさらに多くの兵を動かすということですね。これを陽動として本体がフェザン回廊を通過するという内容です。こちらはヒルダですね。ヒルダは同盟との間に和平と共存の道はないものでしょうかというふうに言ってきています。
はい。では、こっからですね。具体的な作戦に入っていきましょう。ラグナロック作戦の陽動、そのためにイゼルローンに部隊を進行させます。では、勝利条件確認します。勝利条件。同盟艦隊の撃破、要塞の占領、戦果ポイント2万の獲得です。まあ、絶対にね、イゼルローン要塞の手法。トールハンマーは受けたくないですよね。気をつけます。新しく、提督連年艦部が入っていますね。特技は、乱戦です。この度の作戦の人事であるが、まずイゼルローン要塞へ向けて3個艦隊を動かす。その総指揮にはロイエンタール上級大将。まず、ロイエンタールの出撃が決まりました。副司令官に連年艦部、ルツの両大将ですね。では、編成を行っていきます。編成ですが、維持量は特にありませんので、ご覧の編成でいきます。では、出撃していきましょう。まあ、陽動ではありますが、3個艦隊をイゼルローン要塞の攻略に出撃させるので、まあ、ロイエンタール、連年艦部、ルッツ、この三提督使ってうまく戦っていきたいと思います。では、まず策定機から行いましょう。とは言ってもですね、まあ、絶対にやりたくないのが、イゼルロン要塞の近くに寄りすぎて、敵の攻撃を受けるというのだけはやりたくない。要塞の手法を食らうというのはやりたくないので、位置取りにはね、気をつけます。まずは策定機です。さあ、敵の艦隊発見してます。アッテンボローですね。アッテンボローを発見しましたので、一度下がりながら敵を、イゼルロン要塞のね、主砲射程外、攻撃射程外まで、引きずり出しましょう。連年艦部の方も敵艦隊発見してますね。フィッシャーを発見してます。ロイエンタールをどっちに振り向けるかというのは、ちょっと考えてからにします。でそしたらロイエンタールの艦隊ですが、先にフィッシャーの艦隊の方に向かいましょう。ここは連年艦部と共闘する作戦ですね。一方、ルッツの方は一旦アッテンボローの艦隊を引き受けます。早速、戦車を使っていきましょう。まずはフィッシャー艦隊をね、確実に撃破していきます。アッテンボローの艦隊が退くのを確認しましたので、ルッツの艦隊ですね。これもフィッシャーの艦隊の横につけて取り逃さないようにします。トールハンマーが撃たれてる。来たなぁ。結構長射程ですね。トールハンマーに関して言うと。早めに決着つけないと損害広がりそうですね。ロイエンタールが今、トールハンマーの攻撃を受けてしまったところですね。戦車を続けます。まずは、このフィッシャー艦隊の壊滅から。ベルゲングリューンですね。これは、ロイエンタールの参謀になっていますね。敵の強襲揚陸艦が艦艇部に接舷。シェーンコップが出てきました。シェーンコップね、好きなんですよね。まあ、シェーンコップとね、このロイエンタールの戦いですが、ローゼンリッター連隊をもってしてもロイエンタールは打ち取れなかったというところです。
とはいえ、このフィッシャーとね、シェンコップを取り逃すわけにはいきませんので、撃破していっちゃいましょう。シェンコップは撃破したので、このまま、フィッシャーも撃破します。アッテンボローの艦隊も出ているのは確認済みなので、この後はアッテンボローの艦隊ですね。どこにいるかというのを確認していきましょう。また主砲の正射を受けても面白くないですからね。さあ、アッテンボローの艦隊が現れました。ここにはパトリチェフが参謀でついてそうですね。ここも敵をまずは要塞から引き離したいので、微妙な距離感で戦っていきます。さあ、ヤン艦隊登場ですね。ここでヤン艦隊が登場。総力戦になると思います。まずはアッテンボローの艦隊から狙いましょう。ある意味でのヤン艦隊の包囲はできた状態だと思いますので、ちょっと危険な状態ではありますけども、これでヤン艦隊撃破できるかどうかちょっとやってみたいと思います。力ずくでダッシュできるものであれば、あの要塞の所有者はこれまで 5,6 回変わっていてもいいはずだと。まあ確かに今力攻めでやってきてますが、なかなかロイエンタル自身がイベントでシェンコップに危険な目に遭わされた以外にも、プレイの中でも危なくなっている側面ありますので、まあどうかわしていくかですね。ではヤンに対して連連艦部の突撃を使って仕留めていきたいと思います。ここでね、終わらせてやろうというところですが、逃がすなよヤンを。これでヒューベリオンヤンの撃破完了です。アッテンボローがイゼルローンにこもってますので、イゼルローンから出てくるのをちょっと待ちましょう。はい、最後は戦果ポイント2万に到達して、このステージクリアになります。ロイエンタールルッツ少し損害出てるので、クリアランクね、どうなってるか心配な点ありますが、その点も踏まえて、見ていきたいと思います。イゼルローンからヤン艦隊が撤退するというところです。
はい、ロイエンタルがイゼルロン要塞を奪還することができています。2年半ぶりにイゼルロン要塞が帝国の元に戻ったということになりました。こちらはフェザーンですね。まあ、後に、ラインハルトが、同盟領をも統一したときには、このフェザーンがね、ラインハルトの御座所になりますからね。はい。では、クリアランク確認していきましょう。ランク A ですね。もう少しランク下がるかなと思ったんですけども、なんとか A で踏みとどまりました。ルーツと連盟カンプが頑張って損壊を抑えてくれてますね。その反面、ちょっとロイエンタールがね、なんといってもトールハンマーの直撃、手法、食らってるというのもあって、損害が出ています。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね。同盟領侵攻作戦になると思います。ラグナロック作戦、続きをやっていきたいと思います。